札幌で路面電車が運転手不在で走り赤信号の交差点に進入したことを受け、国の運輸安全委員会が今日調査に入りました。昨日午前6時20分ごろ、札幌の市電の中島公園通り停留場で運転手がいない電車がおよそ20メートル走行し、赤信号の交差点に進入しました。乗客にけがはありませんでしたが、国土交通省は重大インシデントに認定し、今日市電を運営する札幌市交通事業振興公社に運輸安全委員会の調査官を派遣しました。運転手は当時電車から降りて障害物の撤去を求める連絡をしていたということです。ちょっと無線で意思疎通が図れなかったということで、その電話で連絡をするということになったというは聞いております。調査官らは危険な事態に至った原因を調べています。